こんばんは。こんばんは。モンテです。モンテです。おー、タイミング。危ない危ない。セーフセーフセーフ。準備してなかった。ポンテ待って待ってポンテ。まあまあそんな、はい、笑いながらの話じゃないんですよ。そんなおふざけじゃないんですよ今日は。今日は、なんと皆さんにご報告、はい、というか発表があります。あります。なんと僕たちポンテお米を販売します。お米です。まあ、販売しますって言ってるけど、まあ、全部決まってるわけじゃまだないよ。詳しい中身をご説明いたします、はい。今回、お米を販売するっていうことの一番の理由としては F リーグに貢献したいというか、まあ、いろいろな現状、若い有望な選手が、まあ、お金を原因に辞めてしまうっていうのが正直な現状としてあって、まあ、これはキングコングの西野さんが動画で言ってたけど、動画本に出してて、うん、本と動画で言ってたけど、人の夢が終わる瞬間はお金が尽きた時、やっぱ盛り上げたいって言ってる中で、盛り上がるだけじゃやっぱり選手活動に、まあ、お金がなかったら、まあ、僕の知り合いでもやっぱ若い同い年ぐらいでいい選手でも引退しちゃうとか、まあ、そこのやっぱ理由としては F リーグの他に働いた方が稼げる。フットサル好きで地域リーグでやったり続けるけど、やっぱなんかそこが理由で辞めちゃうっていうのはすごいもったいないというか、そこをやっぱ変えないとリーグの人気って結びついていかないんかなっていうところがあって、まあ、でもそれで店主が個人でなんかグッズを売ってってなったら、やっぱファンの方から必要最低限のもの以上のものをいただくじゃないですか、うん、ってなった時にやっぱアスリートに一番結びつくのは食じゃないかっていう話をいただいたというか、そういうお仕事をされてる方とお話しした時に、着ていく上で、まあ、僕たちもそうですけど、お米っていうのは日本人にとっては必要不可欠なもので、必要不可欠なものを買った中で選手も応援できるってなったら一番いいのかなと僕たちの中であって、まあ、まずは僕たちがそういうのをやってみて、広島ヤクルトのチームメイトであったりとか、他のクラブ、まあ、宮でいうと北海道のチームであったり、はい、僕で言うと大阪のチームであったり、そういう選手の何か日常を助けれるもののシステム作りができればいいなっていう思いがあって、今回こういうふうにお米を販売させていただきたいっていうことになりました。まあ、現状今の F リーガーの大体の人たちがスポンサー様の企業でお仕事をしながら、その傍らフットサルをやるっていうのが主流の中で、フットサル選手っていうこうブランドを生かして自分の時間であったり自分にこう投資をできる、そんなような仕組みを作れたらなっていうふうに思ってて、アスリートと食、この掛け算はすごくいいなっていうふうにお話を聞いて、まあ、お米を出すっていうところにつながりまして、まあ誰もやったことがないんでね、僕たちがどこまでできるかは分からないんですけど、怖いですマジでやったことないもんやから、うまくこう僕らが成功できたら他のチームであったりいろんなところで似たようなことができたり、なんかもっと発展していったりっていう別の角度からなんか切り込むっていうのもチャレンジしてみたいなっていう思いで今回今喋ってます、はい。まあ、ただ販売してる、まあ、例えばスーパーから買い取ってそれを小分けして売るっていうのはやっぱりなんか違うというか、うん、実際に農家さんに会って、君たちのそういう活動を後押ししたいよっていう風に、まあ、農家さんにも応援してもらいたいし、農家さんにもお米を仕入れさせていただいてるんで何か還元を、例えば、まあ、手伝いであったり、まあ、直接売り上げっていうのもやっぱり農家さんにとっては還元にはなると思いますし、まあ、全員が結びつく、僕たちの方の名前の由来にもあるように、まあ、ポンテっていう架け橋、 F リーガーだけが得するシステムじゃなくて、ファンの皆さん、農家の方、こういう3つがつながれたら画期的じゃないですけど、これからの時代の形としてこういう連鎖ができるシステムになるかもしれん、まあ、そういう中でやっぱ僕たちはやっていきたいなっていうのがあって、まあ、実際に明日直接農家さんの方に行って人生初田植えを体験させていただけるということで、まあ、めっちゃ楽しみ、正直マジやったことない。多分そのやったらきっと大変だと思うんですよ、うん、こんな苦労されてお米を作ってるんだっていう、なんか実際に体験するってめっちゃ大事だと思うんですよね、はい、で何かお手伝いができて農家さんもありがとうねの気持ち、僕らもそこで作ったお米を販売できて買ってくれる人がいたらありがとうの気持ちで、なんかこうつながっていくんじゃないかなっていう、やっぱりね、まずはそのいろんな人の立場にならないと本当それ、どういう思いで農家さんがお米を作ってらっしゃるのかっていうのも直接お話とかできたら、うん、いやまあちょっと楽しみで、なるほど、貴重な経験なんで、はい、楽しんで頑張りましょう、はい、じゃあまた明日練習の後に農家さんの方に行っていきたいと思います。行ってきますということで本日当日です。はい、月
きました。聞こえますか、この小鳥のさえずり。今から米の田植えをね、はい、手伝わせていただけるということで、もう先に農家の方とお話しさせていただいたんですけども、すごいいい方で、はい、北海道に超興味津々で。農業大国みたいなもんですからね、北海道は。北海道産ってなったら何でも美味しいイメージよな。そうやね、確かにそれはあるかもしれん、まあ、という感じで、まあ、今から、はい、そのね、作業の方をやっていきたいと思います。一生懸命頑張りましょう。イエス。こちらは何の作業になりますか。これが苗を植木にセットするという。イエス。すごいね。あのトラクターでもう苗をこうブスブスブスと埋めていくと。人間は何をするんですか。苗運んだんです。はいはいはい。であの機械に苗を運んで、はい、苗をつまんでいったら減っていく。はいはい。そんな補充をする。ああ、はいはい。いやだから俺たちが思ってたそのブスブスブスって刺していくのはもう一昔前なんよ。もう時代は終わったん、これ。時代は、まあ、文明の理にはもう逆らえないわけよ。そういうことね。時代は進歩するから。こんなことしたことある？ある？いやでも農家の方じゃないと、いや本当ないと思いますよ。なんかすごい、なんていう、ワクワクするじゃないけど、うん、初めてのこと。みんなやった方がいいよ。まだやってないけど、これ。今からやけど、絶対やった方がいい、これ。運転技術がすごいよ。スレスレよ。すごい。あの J リーグの芝生植える人みたいな。すごい。あ、でもそうですね。っぽいですね。そんな感じなんでね。あれもなんか枚数も張り合わせるんだもんね。はい。普段のネギとは全然違いますか。ネギもこんな感じ。あ、そうなんですか。そうそうそう。今度ネギもね。実際にこの収穫であったり、はい、まあ、その実際にこう掘る作業を、ね、はい、やってみたり。やりたいですね。気持ちいい。感動。え、もう時代はほんまに終わってた。このこの時代は。あ、短いやつだと全部隠れちゃう。ああ、そしたら、はいはい、太陽に当たらないので成長しなくなるので、はいはいはい、なので、浅いところには短いやつ、はいはい、深いところには長いやつを植えた方がいいっていうことで、こっちを先に短い方、成長が上の方を植えました。短い苗を植えてる理由はそうらしい、はい、そうらしい。日光に当たる当たらない大事ですね。いやにしても暑いですね今日。暑いし、すごいなんか本場の夏休み感。せせらぎみたいな、すごいなんか、のどかよね。のどか。これがだってお米なんだよ。イメージ若いよな、この苗がお米になるって。はい、僕は田植え機の上に乗ってます。静かにしてもらっていいかな。運転手、蛇行してますよ。集中してくださいね。静かにしてもらっていい。マジめっちゃむずいから、ちゃんとね、そう、沿って。でもここばっか見てたらまっすぐ行かへん。やってないやん。え、やってないやつはいくらでも言えんの。やる権利あげたんですよ、やゆきさんに。ゆきさんすんごいやりたそうな顔してたから。いや楽しいよ、めちゃくちゃ。めったにできない体験ですからね。マジで多分今やらんかった人生でも。あと30年はやらんと多分。真剣です、真剣です。こんな感じです。マジでマジで。もしもし。何してるんですか。何してるんですかって。知らない。知らない。お姉ちゃん YouTube 出るよこれ。みんな暴れてるやん。まあ、ここで、あ、ちゃうで。まとめてよ、こういうの。ゴシゴシして。お姉ちゃん。じゃあ、いいね。ゴシゴシして。濡れちゃった。どこで拭いてんねん。
はい、ということでお疲れ様でした。まだちょっと、はい、あるんですけども、はい、大体を終えたということで、はい、終わりました。いやー、楽しかった。楽しかったよね。初体験やったなぁ、まあ、ということで、まあ、オープニングでも話してるんですけど、まあ、今回こうやってお米を販売したいっていう思いがあって、その中でやっぱ皆さんと一緒に作り上げていきたいなっていうのが一つとしてあるんで、パッケージっていうのも大体の案が出てて、はい、でどういうプランでやっていくかっていうのは出てるんです。まあ、ちょっと見てもらうのが早いか。こんな感じです。こんな感じで、はいはい、やりたいなっていうふうに思ってて、まあ、でもこれが僕たちのイメージであって、何かそこにプラス案が欲しいっていうのが正直なところで、はい、こういう取り組みっていうやるのも、まあ、人生初めてで、これが全部正解やというふうに思わないんで、ぜひ皆さんのご意見を聞きたいっていうので、まあ、例えばパッケージのイラストであったら、まあ、こういうふうにした方が見やすいんじゃないとか、はい、コメントであったり、インスタの DM、ニアでも僕でもいいんで、はい、DM もらえたら、一個一個案を調整していったりとか、まあ、このプランの内容で言ったら、まあ、料金はちょっと仕入れの値段とかと言って変わってはくるんですけど、まあ、こういう特典があったら嬉しいよとか、自分の推し選手とこういうことができたら嬉しいみたいな。があればぜひぜひコメント DM いただけたらすごい助かります。はい、僕たちだけじゃなくて、はい、いろんな方たちの中案であったりきっといいものがあると思うので、はい、皆さんと一緒にこう作り上げていけたらなっていうふうに思ってます。オープニングでも喋ってる通り、他の選手ともやっていきたいなっていうふうには思ってるんで、先を見た時にも他の選手とこういうことがあったらいいねっていうのがあればぜひぜひというところで、はい、お願いしたいですってな感じで、はい、じゃあまあ一旦動画を閉めて最後手伝いをして帰りたいと思います。そしたらお米お楽しみに。バイバーイ。